えー、こんにちは荒木和弘です、えー、5月27日水曜日ビデオメッセージをお送りします今日はちょっとあの昔話です、えー、1980年代の初めぐらい、まあ、私まだ20代の頃だったと思うんですがあの、まあ、韓国へ当時は、まあ、その職場の休みなんかにですね1週間ぐらい毎年行って、えー、田舎をぶらぶら歩いておりました、まああの お私一応韓国の鉄道は新しいとこ別としてほとんど乗ってますので、まあ、そういう乗り歩きみたいなことやってたんですねで、えー、冬のそなたで有名になったあのチュンチュン春川って書く町ですがソウルからあの東の方へ行く山の中ですねそこに行った時の話ですで、えー、どういうふうにしたか覚えてないんですがともかくあの駅の近くの旅館にあの泊まりました でえーでえー、部屋に入って、でまあ、あのなんかビールかなんか買ってきて飲んでたと記憶をするんですが、えー、したら、ね、突然、刑事がそのでその韓国というのは、あのまあ、やはり対北朝鮮の警戒がまだ厳しかった頃で、えー、旅館に不審なのが止まったら、ですね通報されることになってたみたいです、ほ、え、か、ー、の時にもなんかあの何度かありました。 でえー、刑事がやってきてで、えーまあ、尋問するわけですね、でなんで来たんだ、でえーまあ、そもそもその時期、えー、一人で,です、ね、田舎歩く日本人なんかほとんどいませんから、ど、え、う、ーまあ、も変だとで、怪しげな韓国語を使ってです、ねで、しかも一人でいると、まあ、韓国の人ってあの寂しがり屋なんで、あんまりです、ね、一人旅とかしないんですよね、えー、大抵グループとか2、まあ、人とかそんなになります。 女連れてるわけでもない男一人でですねで、えー、何やってんだということで尋問されましたであの当時私民社党の本部にいたんであの政党の本部で政治の仕事してるとか言うとですねまた面倒くせえなと思いながら、まあ、しょうがないからあの質問に答えてたでしばらく質問してからですねその刑事さんが「で給料いくらだ?」って聞いてきたんですね。給料っててふと考えておそらくこの人は もうあの仕事じゃなくて自分の興味で聞いてんだなというふうに思ったので、えーまあ、適当に答えてからですねあの、まあ、せっかくだから一杯どうですかっつって、えーまあ、ビールを差し出したんですねただ最初はあの「いやあの今仕事中だから」っていうふうに、えー、言われたんですけど、まあ、そう言わずに「ちょっと一杯どうですか?」っつったら「まあ、じゃあちょっと一杯だけ」っていう話になってですね、えー、その後は宴会になりまして、えー、で大変和気あいあいと終わりました終わり間際にあの名刺をもらいました。 えー、チュンチョン警察署対共か対共か対共産党の対教ですね対教科刑事何とかんとかあって、えー、どっかひっくり返せば出てくるかもしれないんですがあので、まあ、その刑事さんが最後に言ってたのは「今度来たらぜひ寄ってくれと」と、えー「俺は公務員だからどこでもタダで行けるんだと」と、まあ、これがまたちょっと韓国らしいんですけども、まあ、なんかこういうですねあのちょっとこうコメディチックなところが、まあ、韓国のことをやっててやめられなくなる、えー、部分でですね まあ別にこれあの皆さんあの同じように考えてくれないなんてことは全くあの思いません嫌いな方は嫌いで全然え構わないんですけどもまあ結構こういうのが面白くてやめられないっていう部分はあるのかなと思います、えー、ただあのその当時の韓国はまあ今よりもっとしっかりしてました北に対する姿勢とかですねしっかりしてたんですけども,もう本当に今あのその当時と比べると別の国のようになってしまいました。 でもこのわずかな間に別の国になるということはまたどこかで,です、ね、全然また別の国になる可能性もある、えー、ということだというふうに思います。われわれはともかく変わらなければいいんだということじゃないかなと、えーまあ、最後に余計な結論をつけましたけども今日はあの今から30年あるいは40年前ぐらいの大昔の話をさせていただきましたありがとうございました。